小将棋は日本の将棋類の一種であり、二人で行うボードゲームの一種である。小将棋は歴史的背景によって詳しいルールが失われてしまい、文献にしか載っていないものであるため、当時の正式なルールは現存しない。簡単に言うなら、現在よく知られた本将棋に水蔵を加え、持ち駒再使用ルールを除いたものである。上の表では便宜的に成り銀を、全、 正形を、形、成形を、暗図と表示している。盤面を図として表示する場合、下側が先手、上側が後手となる。先手から見て、将棋盤の右上のマスを起点とし、横方向に1、2、3、9、縦方向に1、2、3、9と、マスの位置を表する座標を決められている。寄付はこの数字を用いて表現する。 千日手についての詳細なルールが失われているため、何回で千日手が成立するかは不明である。現在の本将棋のルールから考えれば、同一局面4回発生であり、過去のルールで考えれば同一手順三順であるまた、攻めている方が打開責務の可能性もあり得る。小将棋というのは、現在の本将棋の元となったゲームであるが、時代背景によって大きく2つの種類がある。 平安時代頃に将棋に類似したゲームがトライしてきて、日本人に使用されていた頃のものと、その後の時代に遊ばれたものがある。この記事に掲載しているものは、後者のものであり、前者のものは平安将棋に分割しておく。小将棋が競技されなくなった理由として、諸将棋図式には二つの複合的な理由が掲載されている。しかし、 これらの理由には確かな信憑性が欠けており、またいつごろ駒の再利用が付け加えられたのかなど、不明な部分が多い。朝倉雑記は、将棋の変則ルールの一つである。朝倉氏の根拠であった福井氏に伝わり、廃れていたが後日の発掘以降現在でも、イベントとして対局が行われている。1973年、一条。 他に浅倉市遺跡から発掘された174枚の将棋の駒から水蔵が1枚だけ含まれており、当時は水蔵を含んだ将棋が指されていたとされている。このことから福井で朝倉臓記が指されるようになった。駒の初期配置は小将棋と同じで、水蔵、大使のルールについても小将棋と同じである。取った駒は玉将と水蔵を除いて持ち駒として、 再利用できることが、少将棋との違いとなる。または、玉小か、水臓のどちらか一方を持ち駒にできなくするルールも存在する。ありがとうございます。